XG フォーマット、XG フォーマット、XG フォーマットとは1994年にヤマハが提唱したミディの規格である。音色配列、エフェクト、音色エディットのパラメータ等を統一し、ヤマハ製の他の音源モジュールやシンセサイザーでも伴奏データをほぼ同一の音色で再生可能にすることを目的に制定された。ただしである。この規格制定においてはによる GM の 独自拡張が行われている。他社製品だが、コルムの音源モジュールや電子ピアノの中には、XG に対応したものも発表されている。また、非公式ながら、ローランドの音源モジュール SC-88、プロには、XG 互換モードが搭載されている。XG フォーマットは、480音色以上の、膨大な音色数、音色の修正方法、 3種類以上のエフェクト、ダイナミックフィルター、外部入力対応などを規定している。また、1997年に XG ライトという簡易版も規定された。XG ライトでは、コントロールできるパラメーターやエフェクトなどに一部制限があるため、XG のソングデータが元のデータと異なって聞こえる場合がある。その後2001年には、 XG フォーマットとの親和性向上のため、スグライトバージョン2.0が規定された。XG の由来は公式には発表されていない。XG の基本思想は互換性、適応性、拡張性が挙げられる。互換性は、XG 対応データは、XG 対応機器で再生すれば、異なるモデルであっても再生可能であり、GM との上位互換性を持っているため、 GM 対応の伴奏データも正しく再生可能だということである。適応性は XG では音色数や音色変更方法等を細かく規定されているが、すべての機能を網羅する必要がなく、同じ伴奏データを性能や価格帯の異なるモデルで再生しても、それぞれのモデルの能力に応じた再生が可能だということである。拡張性は 製品の開発とともに、フォーマット内容を柔軟に拡張できるということである。現に MU80 から MU90、MU100 と上位機種が発表されると、その機種に応じた新しいエフェクトや音色、機能が増えている。ミディオンの一般的な規格である GM との上位互換性の点でまず挙げられるのは音色数である。GM で規定された128音色があるが、 XG はバンクセレクトを利用して大幅に音色数を増やしている。バンクセレクト LSB により GM の基本音色に対してバリエーション的な音色を配置し、そのバンク番号ごとにバリエーションの性格、例えばオクターブユニゾンやステレオなどが定められ検索を容易にしている。バンクセレクト MSB を 40H にすることにより、 高果音の SFX バンクに切り替えられ、またバンクセレクト MSB を7と、または 7FH にすることにより、そのパートをドラムパートに切り替えられる。また、上位機種で作られたデータを回帰機種で再生する場合、再生する機種にない音色があっても GM の基本音色で鳴らすことができる、ダイル発音。エフェクトも切り替えられ、その種類や欠線まで規定されている。 そして各パラメータやコントロール方法も規定しているため高度な要求にも応えられるようになっている。グラフィックイコライザーを搭載した機種では曲調に合った雰囲気を出せるようにすることも可能である。そして外部からの信号を受け取り、それにエフェクトをかけ音源内部のミキサーで音源内の音色と同様にコントロールする規定も定められている。これによって XG 音源を使ってカラオケをしたり、エレクトリックギターをつなげてバンド演奏等もできるようになっている。XG フォーマット自体は、ローランド社の規格 GS とは直接の互換性はない。ただ、大多数の XG 対応の音源モジュールやシンセサイザーには TG300B モードと呼ばれる GS との互換モードが用意されいる。GS 対応のミディデータを再生すると、 このモードに切り替えて100%とまではいかないが違和感のない程度には再生をすることも可能である。現在は TG300B モードに代わり GS モード GS フォーマットに正式対応を備えた XG 音源モジュールも存在する。ヤマハは1993年に TG300 という GM 対応の音源モジュールを発売した。TG300 は GM だけではなく、ローランド社の規格である GS に対応した音色配列モードを持っていた。これは、この時点で GS が DTM の音色配列規格のデファクトスタンダードを確立していたためであった TG300 が発売されていた時点では、GM の上位規格は GS に統一されていた。しかし、TG300 はライバル機であった。 SC-55 ムキーに比べて割高な値段設定などの理由でヒット商品とはなり得なかった。そのため TG300 の後継機 MU80 を発売する際にライバル機として認知されることヤマハの独自性を維持するためヤマハは独自の規格、XG を作ることにした。新たに三つ目の音色配列規格を作ることはユーザーの混乱を招く可能性があったが XG 規格を制定した理由としては、GS は、ローランドの独自規格であるため、音色の原波形やフィルター、エフェクトやその掛か,かり方に、ローランド車固有の特性があり、他社が100%の再現性を保証することは、困難であったこと。そして、もし、ローランドの OEM を受けて100%再現、できるように設計した場合、逆に、ヤマハの独自性が維持できない。 などがあったためと考えられている。また本来ミディ音源の音色配列規格は厳密な互換性を要求されるものではなく、ピアノなら、ピアノ、ギターなら、ギターと同じ種類の音色がなればよいというほどの緩やかな規格であったことも、新しい規格を作ることを容易にした。この結果、独自に XG 規格を作る一方で、GS をシミュレートする TG300。 B モードも XG 音源に残すという方法を取ったものを思われる。1994年末に XG 対応音源第1号として MU80 が発売される。MU80 は32パート、最大同時発音数64音という当時の GS 音源最高峰、モデル SC-88 と同等以上のスペックであった。しかし、 94年当時の XG 対応音源は MU81 機種のみであり、MU80 が XG のベーシックモデルなのか、それともハイエンドモデルなのか不明な状況が半年ほど続いた MU シリーズのベーシックモルとして MU5 が発売されていたが GM のみ対応。1995年の春から夏頃にかけてヤマハは16パート。 最大同時発音数32音の MU50 を発売。ヤマハは MU80 をハイエンドモデル、MU50 をベーシックモデルという位置づけにするが、MU50 全体で見るとディスクオーケストラモードに対応した関係で、MU80 より MU50 の方が音色数が多かったり、コーラス4、セレスティ4といった MU80 にはないエフェクトが後発の MU50 あったりして、 MU80 が完全な MU50 の上位互換機ではなかった。この1995年から1996年にかけて、ヤマハはワークステーションタイプのシンセサイザー QS300、音源内蔵キーボード CBXK1、XG、ドーターボード音源 DB50XG、音源内蔵シーケンサーキー700、DTM 用、シンセサイザー CS1X、 MU50 のディスプレイ、ボタン類省略モデル MU10 と MU50 互換品を多数発売した。そしてヤマハのホームページ上からダウンロード可能なデモソングも MU50 準拠のミディデータとなっており、ヤマハの PC カラオケ、うたらくのミディデータも MU50 準拠となっていた。ヤマハはハード面だけでなくソフト面でも MU50 の標準機化を進めていた。一方で、 ユーザーは発音数が多い MU80 を購入するケースが多くアマチュアが作成した XG 対応のミディデータは MU80 準拠の作品が多く見受けられた。1996年夏にヤマハは物理モデル音源モジュール VL70M ピアノサウンド音源モジュール P50M を発売。前年暮れに発売のハンディサンプラー s u 十と v l 七十。 M, P50M MU80 または MU50 と組み合わせてステップアップする方法を提示する。しかし音源一大完結の利用方法に慣れていたユーザーからはこのステップアップ方法は十分に受け入れられたと言えなかった。同時期赤井が DTM 音源モジュールとピアノ専用音源モジュールアナログシンセ音をサンプリングした音源モジュールの組み合わせのセッティングを提示し またローランドもピアノ専用音源モジュール、ハンディサンプラーとの組み合わせのセッティングを提示するが、同様に普及しなかった。1996年末に MU80 で不十分だった MU50 の上位互換性を確保した MU90 が発売された。MU90 では、インサーションエフェクトや EQ などエフェクト面で MU80 から大幅なバージョンアップをし、また、 ダンス系のドラムキットや、シンセリード、シンセベース、オーケストラヒットなどのサウンドを新たに収録して、当時大ヒット中の小室ファミリーの曲を簡単に再現可能にしていた。しかし、MU90 の発売と同時に、DTM 専門誌、DTM マガジン市場で、MU90 の上位機種として、MU100R が1997年夏、発売予定と掲載されたため、 従来の MU80 ユーザーが MU90 への買い替えを控えようになってしまった。1997年夏発売の MU100 は MU80 以来の基本音色を新たにサンプリングし直した音色に差し替えた MU100 ネイティブモードを持ち、また拡張ボードで物理モデル音源やホルマントシンギング源と呼ばれる人の声を合成して歌うことが可能な音源を 追加可能とした画期的なモデルであった。同時期の GSON a s c 8 8 Pro と熾烈なシェア獲得合戦を演じ、DTM マガジン市場でもこの2機種の対決が掲載されていた。MU100 より先行して発表されていた1、UFL RAC MUNT1MU100R は MU100 が1枚のところを2枚拡張ボード追加可能で人気機種となった。 1997年当時のカタログを見ると、ヤマハは m u 9 5 XG の第2世代のベーシックモデル、MU100 を第2世代のハイエンドモデルにしようとしていたことが伺える。ヤマハは MU50 同様 MU95 間の他モデルを発売する。1998年に MU90 と完全互換の XG 音源を持つ。 ワークステーションタイプのシンセサイザー EOSB2000 と MU90 からインサーションエフェクトを割愛したシンセサイザー CS に X がそれである。しかし、前述の MU80 から MU90 への買い替えが進まなかったせいで、実際は MU90 でなく MU100 が第2世代の XG の標準機となる。MU90 シリーズは32パート。 最大同時発音数64音、同じく MU100 シリーズも32パート、最大同時発音数64音であったため、音色以外のハード面では、性能は大差がない。このことも MU90 シリーズが普及しなかった理由の一つであった。1998年初頭に MU100 シリーズの廉価版、MU100 バイトが発売され、同年7月に、 MU100R を超えるハイエンドモデルとして、MU128 が売りされたことで、MU100 が XG の名実ともにベーシックモデルとなり、MU90 はディスコンとなってしまった。同時期に同じことをローランドが SC-88 プロと SC-88VL でしようとしていたが、結局 SC-88ST プロや、 SK-88 Pro という SC-88 Pro の互換品を出し、SC-88VL をディスコントした。また、1998年初頭に、基本的な XG フォーマットと TG300B モードに対応したサウンド LSYYMF724 が発表され、各社パソコンやサウンドカードに採用されたことで、 一般層にもある程度の普及を見た。1999年12月に MU128 の GM2 に対応するなど改良タイプとして MU2000 を発売。同年11月に MU2000 に先行する形で、それからサンプリング機能やスマートメディアスロットを省略した MU100 を発売。翌2000年8月には MU1000 から ディスプレイやボタン類を省略し、最大同時発音数を128から64にした MU500 を発売する。この間に第2世代のベーシックモデルだった MU100 シリーズはディスコンとなり、MU2000 がハイエンドモデル、MU500 がベーシックモデルという第3世代に移る。その後、中間に挟まれた MU1000 はディスコンとなった以前の MU90 と、 MU100 のケースと同様に同じ64パート、最大同時発音数128の機器同士で、競合したからと思われる。同梱シーケンスソフトをソル、後に、ソルにへとバージョンアップされたに変更し、MU2000Extended Edition、MU500 と USB オーディオインターフェース UW500 を、同梱した、パッケージ、ハロ、ミュージック、オーディオが発売された。 MU2000 の単体品も MU1000 に続き、生産完了するが、MU2000 は、モチーフシリーズ直径のエフェクト装備や GS 対応の、エクステンディドエディションにアップグレードされ、DTM パッケージ、ハロー、ミュージック、オーディオの同梱音源として販売されていた。しかし、MU500 以降、マイナーチェンジを含めると、MU2000 エクステンディドエディション以降、 MU シリーズの新製品は発表されていない。その間に、ヤマハは、プロユースのシンセサイザーヤマハモチーフシリーズシリーズがヒットし、そのシリーズの製品を多数発表している。時代の数星も DTM からデジタルオーディオワークステーションへと変わりつつある。ヤマハが主催する XG コンテストも終了し、ヤマハの XG 専用のホームページが2004年3月に終了し、 シンセサイザーのホームページと統合されている。S03 や MDP-5 など XG 対応の機種も2001年以降に発売されたが、95年から99年頃までのリリーズラッシュの勢いがない。さらに2008年にはハローミュージックシリーズの終焉を迎え、現行の音楽制作用途の XG 音源搭載機種は MU500 を残すのみとなった。一方、 音楽制作用途以外の製品に関しては、XG データ再生に対応した電子ピアノやキーボードなどが現在でも継続的にリリースされている。XG エディターは、XG 音源の各種パラメーターを PC 上で操作するためのエディターである。ヤマハ製造ソフトの s g u ク x シリーズ及び Sol シリーズに搭載されている。MU シリーズをはじめ、PC 用。 サウンドカード、電子ピアノ、ポータトーン、エレクトーン、ソフトシンセ版に至るまで過去に、XG 音源方式を搭載した機種の相当数を対応音源として網羅している。また、プラグインボードで拡張された機能にも対応している。ヤマハがサポートする同ソフトが、スタインバーグ社のカペースシリーズに移行したことに伴い、2008年9月、 XG エディターのカペースシリーズ対応版である XG エディター4カペースが公開された。ヤマハウェブサイトにて無償ダウンロード可能。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。